テーマに沿った曲のリクエストをお待ちしております。番組中に出題したイントロクイズの答えもどしどし公募ください。正解者の中から抽選で1名の方に超素敵な番組特製ポストカードを送りつけてやります。ってことで、全ての宛先は radio@fm791.net radio@fm791.net、ファックスの方は0186258817です。番組フェイスブックページにもすけさんが撮った放送風景や本日のプレイリストなどアップしておりますので、そちらもご覧ください。メールご紹介しましょうか。はい、でね、ラジオネーム西堀さんからいただきました、はい、ヌベレス城久々のヌベレス城、ヌベレス城、ヌベレス城、何回百本位ヌベレス城、嬉しくて寝てしまいそうです。なんだそりゃ、寝てください。もうお時間もお時間ですからね。おやすみなさいませ。でね、西堀さんからね、はい、僕の方を経由してメッセージ来てるんですけど、はい、なんと読めねえよこれ。あ、読めねえやつ。読めねえやつは J さん経由で来るわけですね。ぜひS 上経由でもお願いします。読めません、放送に載せられません。載せられないから見せるだけ見せるだけ。お願いします。そしてですね、おさんず加藤さんからも来ておりますよ、はい、ありがとうございます。お二人さんはワンバンコ、ワンバンコ、例えば笑い声がでかかったり先輩方に対する態度がでかかったり、特に葛西にはなんて言われてる僕ですが、靴のサイズ24センチ、着けけね。靴の底ぶっかいだから買わねねと思って見に行ったっけ、いいなと思ったのが25センチからこれ一生買えねえやつ、生和田っ子でも詰めておいてください。ハゲネだわ。24センチなんだ。私のちょっと大きいぐらいですもんね。タゲのダバ、例えば リーガル、タゲのダバサイズあるどもがしら、 S 上なんでもね、なんだり喋らいね、なんですか、なんですか、すごい気になる。すごい気になる。アドでおへてくない、なんだりなんだりおへてくない、なんだりかんだり。スケさんの方にメール送っといてください。スケさん経由で、あ、J さん経由でもいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、続いてラジオネームミルクティーさんからいただきました。 ありがとうございます、こんばんは、初めてメールします。ラジオネームにミルクティーと申します。今日は久しぶりに S 城さんの東京だって登場。とても嬉しいです。しかもオープニングから S 城節炸裂ですごくいい感じ。いつもより若干音量を小さめにして聞いてくださいって今更だけど、このまま突き進んでほしいと思います。元気そうでよかった、こちらまで元気もらいました、ありがとうございます、ということでですね、はい、ありがとうございます。声だけは元気でやっております。声だけはでかいんですよね、何なんでしょうねこれね。ありがとうございます。またメールお待ちしておりますよ。ありがとうございます。そして、はい、そしてあとは、ラジオネームアンジェリーナさんからいただきました。 ありがとうございます。おはこんばんちは、そして S 城お久しぶりっ子です。古いって書いてるよ。昭和の香りがパガパガとしますけど。プンプンしてるね。リクエストも何もリクエストする前に久しぶりの S 城の声に興奮しております。超嬉しゃす。あと少し鼻穴広げて拝聴いたします。定番ということですね。鼻穴ちゃんと収めてくださいね。500円玉入るべが入るべが。あれを洗濯バサミでね、ちゃんとハサミで戻してくださいね。はい、嬉しいな、ありがとうございます、ね、うん、でね、なんかもう早速なんだ、イントロの答えとかもいただいちゃっております。来てますね。そもそも私も分かってないからね。いや、今日もあっという間でしたね。あっという間でしたね。どうでした、久々に。いや、あっという間でした。ようやくね、汗引けできました。エアコンかけてもらったのでね。今何度ですか、エアコン。22度ぐらい。あ、25度。あ、エアメです、エアメです。22度になってたのは、じゃあ何、石さんってこと。石さん暑がりなのね。石さんも汗をかきかき頑張っておったと思いますのでね。脇汗すぎがきっとな。ここのね、スタジオはいろんな種類の結晶でできております。いやー、楽しかった今日も。いやー、おかげさまでした。なんかね、いいカロリー使ったっていう感じがしますね。運動、いい運動ですね、ここ。なんかね、こう久々にお会いして一緒にこう向かい合ってやって、なんだろう、
お休みしてた時の、はい、こうグーっていうのをドーンとこう吐き出した感じがすごく伝わってきました。なんですかね、ストレス溜まってた感じがしますか。喋りてー俺に喋らせろみたいな感じですか。そうなんですか。そんなことはないです。本当にリスナーとしてね、私すごい楽しく聞いてたんですよ。これは当のとも丸さんからですよね。はい、あ、ごめんなさいね、あのバルスだったことに関して。あ、はい、そっか、はい、残念メールいただいてしまいましたね。ごめんなさい、もう一回探してみます。はい、あのしかもあの日中の生放送のパートパーソナリティのどなたかがいずれはかけてくれると信じて待っております。もううじら甘されてます。うじらはかけねえだろうと。このメール転送しておきます。はい、あの生のね、あのパーソナリティの皆さんに転送しておきますので、へば寝ます、おやすみなさいっていうことで、はい、寝てください。いやいや、はい、そろそろあの私の声も聞こえなくなりますので安心して寝てください。いや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 、たくさんメールをいただきました。本当ありがとうございます。本当にね、あのなんだろう、この私がお休みの間にたくさんの人に新しい方に聞いていただいて、そしてなんか。ね、元々の方にもずっと聞いてていただいて、はい、で、うん、まあ、今日久々にね素性出ていただいて、ネベレス嬢がねいっぱいこうねメールなどもいただきまして、本当嬉しいですね。なんか、うん、すいません、なんかありがとうございます。ありがとうございます。あのね、これ1回だからいいのよ。たまにだからいいのよ、この声は。これね、毎日とか毎週とか聞いてばうるっせってなるから。たまに出ますのでね。たまにね。そう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 、飽き、なんかそろそろ聞きたいなって頃にフラッと来ます。まあ、いろんなこう色を持ってこうジュークこれからもね進めていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。音楽ジュークボックス、お相手はジュンとさやでした。次週の放送は11月19日月曜日です。再放送は11月13日火曜午後1時からの放送です。それでは参ります。皆さんが今週もすこぶるハッピーな1週間を過ごせますように。せーの、ジュック、また来週。この番組はフローリスト花マンの提供でお送りしました。